ヤクゼミ統一模試1、お疲れ様でした。はい、こちらをご覧になっている皆様は来年の109回薬剤師国家試験を受験する予定の皆様で、模試を受けて、2日間終わったわみたいな、めっちゃ疲れたわ的な感じの、現役薬学部生、そして国試浪人生の方だと思います。はい、特に、タイトル的には点数取れなかった皆様へ的な感じなんですけど、全体的なお話ですね。はい、やっていきましょうか。特に3つですね、3つ、この3つを、覚えていってくださいというか、守って帰ってみてくださいという感じなんだけどさ、さっきさ、全く関係ない話していい？再起動かけたんだよ。なんかすげえカクつくからさ、カクついて再起動してさ、用意してたさメモがさ、どっか行っちゃったよ。ちょっと今の、この時間はリラックスタイムとして皆様ご利用してください。どれだ、ガチだからね、今これちゃんと探してるのとかさ基本的に初見でやってるんで、多めに見てほしいと。ありました。はい、3つですね、あります。何だったんだこの時間はっていう、1つ目がまず模試の結果をまず自己分析をしてください。そして2つ目は模試の復習をしてください。そして3つ目ですね、勉強スケジュールを組み直してくださいということです。はい、まず1つ目からいきましょうか。一つ目が、模試の結果を自己分析するということで、模試の結果出ました。345点満点。で、各科目の点数が出たと。必須、理論、実践と、領域別の、点数も出たし、まずその点数を分析すると。科目で、薬理だったら薬理の必須何点だったか。理論何点だったか、実践何点だったかって見て、で、もともと受ける前に自分が目標としていた点数等あると思います。なので、そちら比べてみてどうだったかと。で、実際、自分自身ができると思った科目ができてなかったりとか、逆にできないと思ってたものができたとか、いろいろあると思うんですけど、その結果ですね、まず自分で書き表してみて、まずね、で、それを見て、自己評価、分析してみてください。まずそれが第一歩目ですね。実際、思ってたことと違ったりとか、すれ違いっていうか、ちょっと微妙な、違いが出てきてると思うので、そちらちょっと見てください。そして、二つ目ですね。模試の復習をしてくださいと。いうことで、模試受けて、点数出て、結果出ました、自分の順位出ました、で、終わりじゃなくて、模試を受ける意義として、その模試で、解いた問題で、あやふやだった、正解したけど、あやふやだった、そういった問題とか知識、そして全然解けなかった知識問題と、そちらをピックアップして、そのピックアップした問題を解いて、そして参考書に戻って、読み込んだりとか、そういったことに使うための模試なので、自分自身の弱いところ、弱点、そして、理解できてない、知らない知識等っていうのを、そこでピックアップさせる作業が一番大切なので、模試的にね。で、その、問題等ですね、をまずピックアップしてください。で、ピックアップして、できた問題、正解した問題、もう解ける、この知識は知ってるっていうのは、もうやんなくていいです。その問題に関しては。できる、知ってる問題をいくら解いたとしても、100以上にならないので、もう知ってればもうそれで終了です。皆さんがやるべきなのは、できない問題、あやふやな問題、
知識とっていうのをできるようにするという作業をやっていくので、できる問題をさらにできるようにすることは必要ないです。はい、そうですねがポイントです。そして3つ目、勉強スケジュールを組み直してくださいということで、まあ、ここの理由としては1で説明したように、まあ、ズレがあるって、自分が得意不得意だと思ってたとか、できるできないと思ってたっていうのが今回の模試で結果として出てるので、その結果を踏まえてまた今現在勉強の、まあ、スケジュール組んでこなしてると思うんですけど、そこをまず組み直すことが大切ですね。ヤクリすげえできると思ってて、そんなヤクリ勉強しなかったんだけど、実際受けてみてヤクリの点数低かったらヤクリの時間を増やすべきなので、はい、ヤクリ、まあ、今例としてヤクリ挙げましたけど、ヤクリに関して言うと満点取ってもいい科目なので、そこで例えば32点とかだったとしたら、まあ、もったいないので、残りの18点取れば、まあ、全体の総得点上がるので、しかも点数につながりやすいので、勉強時間に相関していくので、特にね。なので、まあそういったところを、1で分析しつつ、その結果として勉強スケジュールうまく組み直してください。で、皆さんが、この動画見る頃が9月半ばぐらいなので、まあ、どんどんと時間がなくなってきてます。200日切ってっていう感じになってくるので、まあ、あとは、模試の復習して、まあ、次の模試があって、また模試の復習して、で、まあ、模試があって、少し時間空いて、本番なって。なので、模試が繰り返してあって、さらに復習も兼ねてるので、そこで勉強時間、特に日数っていうのが、まあ、そこで浪費消費されていくので、なので実際 あのゆっくりっていうか勉強時間っていうのはすごい少なくなってきてるので、大切にしつつ、まあ、勉強スケジュールうまく組まないといけないということですね。この3つがポイントになります。プラス自分じゃできねえとか、まあ、いると思います。実際に自分がどうやって勉強すればいいか分かんなくなったみたいな方いらっしゃったら、まあ、連絡してください。答えられます。はい。まあ、実績等に関して言ったら、もう、前の動画等で出してるんで、あれなんですが、まあ、基本的には合格率 100% できてます。はい。去年が合格率 91% ですね。なので、まあ、今年 100%、今年で109回で 100% に戻したいっていうか戻すので、はい。まあそういった、経歴持ってる人間なので、まあ連絡してくれれば、まあ多分、今の、薬剤師国家試験業界の中でトップに位置するレベルのアドバイスができるんじゃないかなと思います。特にお金とかもらっていないので、はい、その辺は、まあ、気にしないで連絡してきてください。それではご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは以上で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、 Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。